はい、じゃあ参ります。2020年11日のキーワードはオシント。ジャーナリズムのシントを見ようと思いました。簡単に自己紹介させてください。もともと NHK の記者です。経済事件とか、が中心で、あと、災害の前線報道とかもやってきました。で、NHK が、デジタル化するための、ネットワーク報道部っていう新しい部署を設立して、政治マガジンとか NHK 取材ノートとかやってきまして、去年の夏に、スマートニュースの子会社で調査報道とかノンフィクションに特化したスローニュースっていうウェブメディアに、移籍しました。で、今いろんな、NHK 時代からずっとやってたんですけども、いろんな、メディアの会社とかでオープンデータをいかに報道に使うかという講座なんかもやったりとかしています。で、本日のお題です。私のいろんなところで講座やってるんで、オシントの話はちょっと実は聞いたこともある人がいるかもしれませんが、だから一番はちょっとかぶってる話もあるかもしれませんが、若干我慢して聞いてください。2番と3番は完全な新作です。2020年世界の優れたデータジャーナリズムを一挙紹介。もう一つは、やはり日本のデータビジュアライズ報道、一挙紹介と考察をします。最後に課題編もちょっとつけたいと思ってます。というわけで、今年はやっぱりね、オシントってちょっと前から実はあったんですけども、やっぱり新しい時代が来たなという感触がありましたね。もともとオシントってオープンソースインテリジェンスって言葉、実は古い言葉です。もともとこれ1914年とかなんかそのあたりからですね、あった言葉で、これはもともとはですね、インテリジェンスってその CIA とかそういう諜報機関が相手の国の戦争相手の国のことをオープンデータから調べるっていうようなことでした。で、インテリジェンスって今でもどこでもやっていることで、日本でも例えば国税当局なんかはどうやってやってるかっていうと、まあ、芸能人のオタク訪問みたいなテレビ番組とかあったりとかすると全部録画しておいて、そこに映る家具とか車とか時計とかも全部金額で弾いて、こいつの所得から買えるはずないとかつてて脱税してんじゃないかって言って調べたりとか、そういうオープンソースから徹底的に物事を調べるっていうのがもうスパイ活動に近いことなんですけどね、インテリジェンスと言われる言葉でした。だからオシントって言葉を嫌がるジャーナリストも中にはいますね。はい、ということで、最もやっぱり話題になったのが謎の調査集団ベリングキャットですね。ベリングキャット何者かって言いますと、これ実際にベリングキャットのホームページです。ここにもあるように、ルバノンの旅に対応されているあらゆることがあります。代表のね、エリオット・イングさんがイギリスのメディアだと思われがちですが、本拠は、これ、オランダにあってですね、世界中の人たちが、まあ、オンラインでつながって一緒になって調べてるってすごいことやってます。で、例えば代表作の一つは、これ今年、2020年日本でも上映されたナワリヌイって映画がありましたよね。これプーチンが恐れた、野党指導者ですよね。で、彼をロシアが暗殺しようとするんですが、実際にその、まあ、暗殺未遂に終わるんですけれども、実際にそのロシアのエージェントたちが彼をどういう手口で殺そうかとしたかっていうのをもう全部これもう割り出してしまうっていうのを、これ全部本当にリアルの映像に収めたドキュメンタリーで見えるので、これちょっとびっくりする映画なので、もし関心がある人はぜひご覧ください。で、一つの記事はですね、私のところのスローニュースで独占契約してまして、翻訳記事を今ただで読めるようにしてますので、関心がある方はどうぞ。特にウクライナ侵攻とかですね、これクラスター爆弾が最初にロシアが、ね、人道的にもう非常によろしくない爆弾を使っているんじゃないかっていうのをいち早く報じて、もう世界中で話題になりましたよね。そういうような報道をベリングキャットやってます。で、ということで、彼らが使っている最新テクニック、どんなふうに使って報道しているかっていうのをちょっと、見てみましょうということですね。彼らが使っている手法の主たるものはジオイントってものです。オシントの一種なんですけど、ジオスペーシャルインテリジェンス、地理空間情報を使って、そこで何が起きたかっていうのを明らかにしていく。で、このセブコハンの処刑っていう記事が、先月ぐらいに出てまして、これがですね、ベリングキャットの手法の教科書みたいな、いっぱい手法が詰まった記事だったので、ちょっと紹介しますね。これアゼルバイジャン軍の兵士たちがアルメニア人の捕虜になった者たちを不法に処刑してしまっているっていう
ではないかという映像が SNS 上に上がったので、これが本物かどうかっていうのを検証した記事です。で、映像のね、彼は何をやるかというと、映像の一部のほんのわずかな地形から Google Earth Pro を使って、まあ、場所を推定しています。で、その上でプラネットラブスって、これアメリカ の, あの衛星、映像のデータ、あのベンチャーですね、あの軌道上に200機の衛星を打ち上げて、そこからの情報を提供していくっていうサービスをしているんですが、それと重ね合わせてですね、人為的な動きとかですね、ここで火災があったんじゃないかとかですね、戦闘があったんじゃないかっていう痕跡を、次々と見ていきます。で、その上でですね、こんなもの使います。あのピークバイザーってツールが今ありますね。あの山頂の画像をもとに、これこの山頂の形はどの山なんだっていうのを特定する無料ツールです。で、それで位置をさらに裏付けていく。で、ピークバイザーにはですね、サントレイルってあの機能もあって、太陽の軌跡を示あの表示することができるんですね。それを使って、要するにこれはあの何日の何時何分に違いないっていうことを、絞り込んでいくと。で、さらに、もう一つ使います。これ NASA の提供しているファームスっていうツールがあります。これはあの実は優れもので、ほぼリアルタイムであの世界中でどこで火災が起きたかっていう位置のデータを提供してるんですね。あの赤外線とかの光のをキャッチして、これ火災だって。まあ、だからあの火災以外にも火山の噴火とかですね、それこそ爆発、大爆発とか、まあ、それこそ戦争とかミサイルが落ちてるとか、そういうのももちろん熱なんで分かるわけですよね。で、これを使って、どうも現場周辺でこう戦闘起きてるっていうのが、分かったと。で、これあの、時間の表示があるんですね。あのアメリカとカナダはリアルタイムであの火災情報がキャッチできますし、他のところも3時間ぐらいでキャッチできるというツールですね。で、これであの発生時刻を特定していくと。これ、もう日本のメディアでも使っているところあって、あの先日、日経さんなんかも、ウクライナの、事変の発生1週間後に、ウクライナのどこで、要するに住宅地で、ミサイル撃ち込まれているっていうのを、あのこの熱源で表現する、取材をやってました。で、さらに、この兵士たちが映り込んでるんですね。で、その、兵士 の, あの軍服を見るとですね、この迷彩模様からどこの誰かが分かるんですね。あのカモペディアっていうあの軍事迷彩データベースっていうのがあって、で、これをで調べてみると、この迷彩模様っていうのは、トルコ由来の2種類のアゼルバイジャン軍 の, あの典型的な模様だっていうことが分かるっていうようなことで、これはまあやっぱり事実なんじゃないかというふうに割り出してくるんです。この QR コードを取ってもらうと、あの今私が説明したセブコハンの処刑についてのですね、もうちょっと詳しい説明の記事が入ってますので、興味のある方はそちらからどうぞ。ということで、ただですね、ベリングキャットですね、ビジュアライズ、かっこいいビジュアライゼーションみたいな、そんなに力を入れてないんですね。まあ、せいぜいこんなもんだってんで、ちょっと紹介してみますね。例えば、これ、この間、和訳してスローニュースのしたやつなんですけど、ロシアに GVC って、謎の組織があって、その中にさらに謎のエンジニアたちが集まったあの組織があって、実はあのウクライナにあの遠隔操作でミサイルを撃ち込んでいるのはそいつだじゃないかということを割り出しているんですね。で、実はミサイルが3種類あって、その3種類のミサイルごとにチームが決まってて、で、彼らがこういうふうに顔まで出してですね、まあ、あの電話の会話データとかなんとか入手してやっていくんですけども、まあ、あの彼らがやってたんじゃないかみたいな話をやったりとかですね。で、ちょっと戻りますと、今度はこっちですね。これはですね、ブルキナファソで、民間の車列でこう、戦争から逃れて民間の車列がずっと行くんですけど、実はそれがあの襲われちゃってましたという話を検証したやつで、まあ、せいぜい、これ、最近流行りのスクロールテリングに似たような、こんなのがあるぐらいで、まあ、これ、まあ、動いてるだけで普通に画像が出てくるって感じですよね。スクロールテリングの話はね、もうこの後でちょっと詳しくしますね。まあ、このせいぜいこんなぐらいです、ベリングキャットは。だから、あんまり、ビジュアライゼーションには力を入れてない。一方でですね、ベリングキャットに影響を受けたニューヨークタイムズがですね、ビジュアルインベスティゲーションでチームを作りましたね。で、ここはまあ動画なんですけれども、あのビジュアルにめちゃくちゃ力を入れてまして、まあ、ちょっとお見せしますけど、ね、これ一番最新。Wherever they moved, we found conclusive evidence directly linking that unit and its commanders to the killings of civilians. At four locations, we caught soldiers in the act of killing.
by identifying vehicle markings, the code names of commanders heard over the radio, and calls placed by Russian soldiers using the phones of victims. We identified the main unit responsible, the 234th Guards Air Assault Regiment, a paratrooper unit based in Pskov in western Russia. This investigation shows in damning detail that these killings were not random acts of violence, but part of a methodical, planned, and lethal operation that may amount to crimes against humanity. ということで、こんな感じでやってます。で、あとですね、これは僕、矢崎さんに教えてもらったんですけど、これ台湾のですね、音大生で軍事マニアの方がいるんですね。その人がオープンデータの論文とかですね、あとネットの公開資料をもとに、Google マップで中国にどこに、中国人民解放軍の基地とか施設がどこにあるのかっていうのをですね、全部マッピングしてオープンデータにしちゃったっていうですね、なんと中国は非常にこう都合が悪いでしょうみたいなことをやってしまったという1回の大学生がですね、まあ、それぐらいオシントっていうのは誰でもできるという、ことですね。ということで、ここからは、2022年世界の優れたデータジャーナリストの一挙に紹介します。これは僕が勝手に言ってるわけじゃなくてですね、GIJN、グローバルインベスティゲーションジャーナリズムネットワーク、あの世界調査報道 ネットワークっていうあのところにも認められたようなものをちょっと紹介していきます。まずはこちら、最初はもうすごいシンプルな表現ですね。ここから表現紹介するのはデータジャーナリズムとして優れているわけであって、ビジュアル化として優れている、必ずしもそんなわけでもないものも含まれているので、それはご了承ください。ただ、データジャーナリズムの優れた表現だと言われています。まずはこれ、ウクライナですね。テクスティっていう、これ、ウクライナの、データサイト、ところなんですけれども、これ、オープンソースからですね、ヨーロッパ全域にロシアを支援する連中がどれぐらいいるのかっていうのを、まあ、可視化する報道ですね。実際の画面がこちらです。まあ、こんな感じでですね、いるんですけども、結構いろんな分野に散らばってますよと。こんなたくさんそこら中にいますよと。で、これを、まあ、こうマッピング、人がいるところをマッピングしていくのと、で、例えば最後にですね、まあ、いろんなジャンル、いろんな国にいますよ。ドイツ。こんなたくさんドイツがいますよ、ね。フランスも結構いますみたいな。国ごとにこうやってどれぐらい、ロシア侵犯がいるのか。で、これちょっとぐるっと変えるとですね、分野ごと、ね、ポリティック、政治だと、どれぐらいいるのか。政治の中でも右派にどれぐらいいるのか、左派にもどれぐらいいるのかとかですね。あとメディアにもこれぐらいいますよみたいな。まあ、こんな表現ですね。はい。次です。プロパブリカ、もうピューリッツァー賞常連のウェブのみでやってる、調査報道 NPO ですね。で、そこが何をやったかというと、今年やったのが、原子力規制委員会のですね、オープンデータをもとにですね、アメリカの要するに、ウラン工場とか関連処理施設ってですね、微鉱ですね、残ったやつの浄化作業でも非常にこう地下水がやばいぐらい汚染されてますというのがどうなってるのかっていうのをマッピングして可視化したと。いう報道ですね。さらにこちらはですね、スペインのメディアですね。スペインって実は帝王切開がすごく多いらしくて、4人に1人も帝王切開やってるんですと。で、保健所に全情報公開請求して、これ当初は国開示拒否したらしいんですけど、まあ、粘って手に入れてですね、病院ごとのデータ手に入れて、まあ、病院によってはね、もう必要以上に実施してる疑惑をね、まあ、やりすぎなんじゃないかみたいな、可視化したような報道でした。まあ、この辺まではシンプルな報道です。次はストーリーテリングで、これなかなか良かったんじゃないかって言われてた報道です。まずはワシントンポスト。これ何やったかっていうと、国勢調査の記録と歴史的な資料をもとにして、アメリカの議会のですね、議員たちが奴隷をどんなふうに処理してたんだっていうデータベースを、初めて作っちゃったっていう話なんですけど、これなかなか表現が面白くてですね、これはスクローリーテリングっていうのは、まあ、ご存知のことも今や多いと思うんですけど、ストーリーテリングとスクロールを重ね合わせて、まあ、これスクロールしていくと、お話が展開していくっていうやつですね。この表現が面白くてですね、昔のこの議会の映像なんですけど、このうちの、まあ、こんだけの人たちが奴隷を所有していたというような、こんな表現が出てくる。
で、さらに、グラフで、まあ、どんなことが起きるとどれが解放されるのかみたいな感じですね。南北戦争の時にぐっと減って、その、あの、修正第13条できて、奴隷制廃止になって減ると。でも、まだいるんですよね、もういる人がね。っていうので、あの、で、ようやくこの辺になって減ってきます。そんな感じの、こんな表現でした。これはだから、あと州ごとにですね、どれぐらいあの奴隷を消費してきてとかいいとか、州の位置でグラフを置いてるようなものですね。はい、そんな感じです。では次ですね、ニューヨークタイムズ、ハイチの失われた数十億円。これ要するにね、ハイチがフランスから独立するときに、条件としてこうなんかお金をせびられているわけなんですけれども、これがですね、昔の、古い歴史的な資料とかですね、台帳とか銀行取引の資料とか、いろんなものからニューヨークタイムズが明らかにしていくんですが、まあ、これの表現の面白いときは、お金 の, あの表現をするときに、まあ、こういう実にシンプルな簡単な四角でやるんですね。で、この、二重債務がこんなひどいことになってたとか、で例えば、彼らは、現在のドルで5億6000万ドルの支払いをやったんだけど、もしそれがちゃんと残ってて、ハイチに、あのちゃんとハイチの発展に尽くしてたら、210億ドルにまでちゃんとなってたでしょうみたいな話とかですね、いうような話がこんなふうにシンプルですけど、表現されていくことで、いかに、フランスのせいで借金まみれになったかみたいな話を表現した、ものですね。次です。ガーディアン、イギリスですね。イギリスの高級紙。水の利権を握っているのは誰だ。イギリスってあの、民間の水道会社がね、15社あるんですけど、そこの財務レポートをもとに、まあ、株主を追跡してて、実はイギリスの水ってもう世界の、いろんなファンドとか億万長者に握られちゃってる。これ国家的にやばいんじゃないのっていう、報道ですね。よっこらしょ。私ね、日本語化しちゃうんですけど、はい。ただこれですね、まあ表現面白いんですけど、で、こんな風に、15の会社があって、お住まいのところは会社によって、場所によって会社が違うんですよと。で、この会社がどこに握られてるかっていうんですけど、これがですね、例えば、要するに、あるところはまあここですみたいな感じで、ここに握られてるんだって言うんですけど、これもうちょっとね、正直言うと、ブイブイ動きすぎてですね、あの、酔っちゃうぐらいな、あの、香港の億万長者にこんな風に握られてるとか、もうこれがいい表現なのかどうかって、ちょっと非常に微妙な気もするんですけど、ちょっとなんか、スクロール酔いしてしまいますが、まあまあ、ちょっと面白い表現ではありますし、あの、まあ、そもそも、まあ、あの、報道、データジャーナリストは非常に、あの、イギリスの人たちに実は僕ら の, あの大事なインフラがこうなってんだよっていうことで、非常にいい報道だとは思いますけれども、表現としてはいろいろ議論があるところだと思います。で、もう一つですね、これあの、パディングっていうところですけど、あの、女性に関するニュースの見出しっていうのはちょっと偏見に満ちてんじゃないかみたいなことで、アメリカ、イギリス、南インド、アフリカの4カ国の、英文メディアで、女性を中心としたニュースの見出しにどんな言葉が使われているかっていうことで、その言葉がどう変化したかを可視化しているっていうんですね。これね、あの、さっき佐本さん言葉にあの興味があるって言いましたけど、興味があるんじゃないですかね。これね、こういう報道ね。で、これまずこれ何かっていうと、その見出しに使われている、女性がについてのニュースの見出しに使われている言葉、どんな言葉が使われているか。まあ、上の方は頻度が高い、下の方は頻度が低いっていうことで、例えば、訴えるっていう言葉は、アメリカなんか国訴に絡んだみたいな話はアメリカが一番高いですねみたいな話とか、黒人っていう言葉だと、まあ、どこの国も結構高いですね。黒人まで。で、イスラム教徒に関して女性とイスラム教徒に絡むとアメリカ極端に少なくなる。サウスアフリカだとなくなっちゃう、ね。インド高いね、やっぱりインドそのありますね。とかですね、まあ、あのファーストね、ガラスの天井、最初に何かや、まあ、これはもうどこもトップみたいですね。いうことですね。で、犯罪と暴力だとこんな感じで、これ、例えばレイプだとこんな風だとか、あとジェンダー関連だとこんな風に散らばってて、周りに結婚だとこんな感じとかですね、
いう感じで、バーッと並べて、これがギョンとなると、まあ、犯罪に関するのはこんな感じとかですね。女性のステレオタイプに関するのはこんな感じというふうに見えていきます。話ですね。はい。で、こんな感じでやって、まあ、メディアごとにスコア化してですね、非常にそのバイアス指数で、メディアがどんだけバイアスかかってるかみたいな、こうやって視覚化してやっているとかですね。いうような、こんな報道になっています。はい。面白いですね。ということで、で、ちょっとこれおまけなんですけども、アメリカってですね、この今メディアのバイアスってありましたけど、メディアバイアスチャートって、これ有名なんですが、2種類ぐらいあって、今ここに表示しているのはそのうちの一つなんですけども、メディアの立ち位置ってね、これ可視化されていて、メディアリテラシーの授業で教材として使われてるんですよね、もはや。で、これね、どういう感じかというと、上は信頼性が、上下はですね、信頼性が高いかどうか、価値が高いかどうか。で、左右はもちろんその、右派か、左派かっていうことで分けられてるんですよね。で、やっぱりだから、極端に右とか極端に左のところは、やっぱり信頼性も低いみたいな。で、やっぱりなんかあれですよね、中間的なメディアが、やっぱり信頼性が高いところが多いみたいな、こんな感じになってるっていうね、山形になるっていうことがなんか見えてくるってことでね、これ面白かったですけどね。はい。で、もう一つですね、3D マッピング。3D でマッピングしちゃいました。これ、ドイツのベルギン・モルゲンポストですね。住めなくなる地球ってやつで、まあ、気候変動に関する報告書をもとにして、今世紀末までに生活が困難か不可能になっちゃういろんな場所というのをいろんなデータで、3D の地球上に可視化する。これまあデータセット自分でどのデータかって選んでですね、それによっていろんな視覚効果を変えられるみたいな、こんな感じになってるんですね。これ後でですね、日経さんのも出てくるんで、ちょっとそれと比べると面白いです。そしてもう一つですね、これ原点に帰るビジュアライズ、これちょっと面白いです。ボックスってね、ウェブで、YouTube とかでやってるメディアですけども、ここはですね、アメリカの保守派とリベラル派の間のワクチン接種の格差をシンプルかつ独創的な方法で説明する。これはですね、ちょっとまあ見てください。もう一見にしかずなんて見てください。もうこれは。Last 9 months were unbearable for people in this area, but most of all, We're entering the third year of the pandemic, and in the US, the loss of life, month by month, for 2 years, looks like this. Altogether, more than 900,000 people have died. But there really are two pandemics here, because starting in the spring of 2021, the distribution of the vaccines dramatically changed the nature of the pandemic. If we look closer at the Delta wave and the beginning of Omicron, we see that the deaths of unvaccinated people were much higher than vaccinated people. This data comes from a subset of US states and cities that provide immunization data. While the Delta wave did kill some vaccinated people, the risk was 15 times higher if you were unvaccinated. Philly Baird was one of those unvaccinated people. And he started going live on his Facebook page from the hospital. Now, when it comes to the political breakdown on vaccinations, there are two things to know. One is that a majority of Republicans, their 2020 election results, with the red states on the right, and a series of events that took us from that out, with COVID hitting blue states as hard as red ones. ということで、ここから、日本でもオシント由来のデータビジュアライズが非常に熱かった1年でした。ということで紹介していきたいと思います。まずは、発見、やっぱりですね、ビジュアライズすると発見があるんですよね。で、報道ってやっぱり何かを発見することが非常に大事なので、発見するとこれ調査報道になりますので、そういうものがやっぱり一番大事だと思います。で、昨日も、紹介があった朝日の見えない交差点。これ何が素晴らしいかっていうと、まあまあ、もともと、薩長が公開している、もともとあるデータをマッピングしただけなんですね、ある意味ね。こういう言い方するとあれですけど。でもそうすると、やっぱり、信号機がない小さな交差点での事故が実は多発しますとかね。名前のない交差点は注目されてなくて良くないっていう、そういう発見があるんですよね。だからこれ社会のためになりますよね。で、あとこれ自分のとこは、自分のじいちゃんばあちゃん住んでるから大丈夫かなって言って、まあ、我がことができるという意味でも非常にいいビジュアライズですよね。でそれで言うと素晴らしいのはですね、これ朝日と全く同じ薩長のデータを利用してるんですけど、秋田先駆けに斉藤健太郎君という素晴らしい
データビジュアリストがいてですね、彼はもう地道にコツコツいろんなものを作ってるんですね。で、同じデータを使って秋田だけのマップを作るんだけども、そんな意味ないじゃんっていう人いるかもしれませんが、まあそんなこともないんですよ。やっぱり秋田ならではの視点で、秋冬の事故がね、春夏の2倍で日没が早まる、この辺の時間帯に集中してるみたいなことも分かってて、独特の地元ならではの視点で危なさが見えてくるっていうことがあるんで、これも発見ですよね。で、同じ斉藤君こんなのもやってました。あのふるさと納税のデータ読み解き、でこれね、総務省が公開している、現況調査の、データをマッピングした、ものなんですけど、そうするとですね、もうこんなもうあの北海道の端の方とか九州の端の方とか、あと日本海側のこの辺のベルトにね、集中しちゃってるみたいなね、ことが見えてきますみたいなことで、へーっていうことの感じですよね。で、これ朝日です。これもね、もともと存在している国勢調査のデータですよね。それを23区の町長目単位で細かく高齢化率の推移をマッピングして可視化してみました。そうすると、東京23区内にもかかわらず、実は小さな限界集落みたいなのが、存在していることが浮かび上がってくる。面白いですよね。で、これですね、日経さん、ですね、今流行りのですね、航路情報のオープンデータから、動く航路地図を作成して、対路政策がね、骨抜きになっていることを明らかに、した報道ですね。これね、ちょっとね、写真の使用でお詫びがあったんで、ちょっとそのことが話題になっちゃいましたけど、この報道自体は非常に優れた報道です。航路データを使ってですね、これ、AIS っていう、衝突を防ぐための信号で、ただでオープンデータが今あるんですね。で、それによって、裏ルートで、石油がギリシャ沖を経由して、なんか行っちゃってるっていう、それを明らかにした報道でございました。で、航路データ使ったのでね、僕、やっぱこれがハクビだったと思ったら、これ、すごかったですね。NHK スペシャルのですね、追跡謎の中国船です。で、これ中国の世界規模での海洋戦略を明らかにしたやつで、これもともとね、2019年に、政治マガジンっていう僕が編集やってたところに、新潟の若い記者とディレクターが書いた記事が元になってて、その時はマリントラフィックって有名な航路データを使ってたんですけど、まあその後、その後何年も取材してて、その時はね、日本海側の、動きだけやってたんですけど、世界中の動きを調べたら、実はものすごいことが分かったんです。非常にそのビジュアライズすることで中国の世界戦略が、今の、南鳥島の例だけじゃなくて、いろいろ見えてくる非常に素晴らしい発見のあるものでしたね。私これ一番好きだと言いたかったんですが、実はね、私が今年一番好きだった本命がこれでしてですね、NHK の、すごい地味なも報道なんで、読んでない人も多いかもしれませんけども、まあ、それなりに読まれたのかな。埋もれかけた踏切事故、A4 2枚の報告書の真相。これ正直ね、そんなビジュアルな記事じゃありません。ありませんけど、状況をね、絵で説明してるんですよ。で、その説明された絵を見ると、あ、そういうことかってちょっとわかるんですよね。で、これね、ちょっと詳しく見せません。ネタバレになっちゃうんで。で、これね、読んでもらうとわかるんですけど、報道にはやっぱりね、ストーリーってものがね、いかに重要かってことを強く感じた記事です。正直私ね、これ、不覚にも泣いてしまいました。非常に、あ、そういうことが起きてるのか、僕らってそういうことに気をつけなきゃいけないんだって言って、非常に感動した記事なので、もし興味ある人は、ぜひ読んでみてください。はい。ということで次は、検証のビジュアル。まあ、発見までいかないんですけど、想定した予測に、これ、やっぱこういうことなんじゃねえのっていうことを検証してみると、やっぱり見えてくるものがあるっていう例ですね。例えばこれですね、NHK がですね、これ実は何年かに1回も定番でやってる、日本のインフラ老朽化しすぎてやばいよ報道っていうのをね、NHK やってます、ほとんど定期的に。で、今回はでもね、新しいのは全国調査したんですね、全国道路施設点検データベースっていうのを使って、と情報公開組み合わせて、全国規模で可視化してみました。そうすると、まあ、こんなにひどいよと、まあまあ予測通りですよねって話なんですけど、まあ、ちょっと若干、発見感のある話もあって、例えば新潟がなんでこんなに真っ赤かですよね。なんでひどいかというと、新潟って農業圏ですよね。農業圏だから水路がいるんですよ。で、水路いっぱい作りました。水路作ると橋かけなきゃいけないんですよ。
そうすると橋がいっぱいあります。いっぱい補修しなきゃいけません。ところが新潟は、豪雪地帯なので、除雪しなきゃいけないですね。で、除雪の時に使われる融雪剤っていうのは実は塩が混じってるんですよ。そうすると、いっぱい除雪剤使うと橋が錆びちゃうんですね。だからひどいことになってるっていう、そういう、実は、独特のつながりがあって、まあ、若干の発見感とかあったりとか。ただ、まあ、これは新潟の人間みんな知ってて、私も平成16年に新潟にデスクでいたんですけど、その頃からよく知ってる話でね。本当ね、もう自転車とかすぐ錆びちゃいますから、新潟って。まあ、それは置いといて。まあ、そんなようなプチ発見感はあるんですけど、まあ、想定されていたことが見えたっていうことですね。で、この朝日のひったくりは今も、まあ、これもね、惜しいところの感じで、大阪府警のオープンデータを使って、1万2000件のひったくりをですね、可視化しました。タブローでですね、ひったくり件数の密度っていうのを、こう表してたんですよね。ただなんかまあまあ何かすごい発見があったってわけじゃなくて、やっぱりまあ防犯カメラの普及で減ったかなとか、あと夕方に多いねっていうぐらいの感じなんで、発見にはいかなかったんですけど、まあまあちょっと頑張ってみましたという感じですね。で、一方で同じ朝日でもですね、これちょっとすごいなと思ったのが、小宮山龍馬さんって記者がいるんですけど、彼がですね、旧統一教会は参院選で井上義行議員の得票を本当に増やしたのかっていうのを、これ家庭教会の立地と入会前後の得票増加率をこれ統計学の手法で分析して可視化していって明らかにした報道なんですね。これね、実はですね、朝日の本紙紙面では文章しか載ってないんですよ。で、実は小宮山さんが個人でやってるノートの方に、図表を含めて詳述しているというですね、なかなか今の時代、まあ、個人のノートで説明補足するというのが、なかなかその辺が今風だったなと若干思いました。で、これはですね、選挙の夜の儚い予測って言ってですね、開票の早い段階で統計モデルで最終得票を予測する、試みっていう、これもうほとんど自分の趣味の世界でやってるっていうふうにおっしゃってましたけども、ワシントンポストが使ったモデル使ったんだけど、日本だと全然精度が違うんで、結局違うモデルになったらしいんですけども、こういうのをもう定期的に、出してますので、それ面白いことをやってますね。で、僕、実は今年一番笑ったというか、これある意味本当にいいなと思ったのはこれなんですけど、これ全然ジャーナリストでも何でもありませんが、夫の背中を借りてですね、日焼け止めがどれが本当に効くのか、本当に実験してみたってやつで、日焼け止め塗って4時間焼いてどうなったかっていうので、これこそまさに可視化 のビジュアライズのジャーナリズムだなっていうふうに逆に思う。これ非常に思いましたね。これ非常になんかある意味いいなと思いました。すごく、そんな感じでいくとですね、あとこれ全然まあ可視化もヘトグレもない、もうただのシンプルなグラフだけなんですけど、現代美術、これ内容が面白かったんで、政府が省エネのために提唱している室温28度っていうのは本当にいいのかどうかっていうんで、あれ実は不快ですよと。で、実際に姫路市役所で25度の冷房を1ヶ月続けたら、光熱費は7万円増えたんだけど、残業時間が平均 2.9 時間減ったせいで、4000万も人件費が減ったと。で、要するに効率考えて、ちょっと室温をもう、杓子定規で室温を、冷房をどうするかってことじゃなくて、本当に実質的なところを取んなきゃダメじゃんっていうね、これ非常に検証のジャーナリズムとしては面白いと思います。川口さんという科学ライターの仕事ですよね。で、これがですね、有名な鳥海富士夫さんですね、ネットで上での SNS の分析とかやってる方ですけども、Ado さんがですね、プリキュアの主題歌を歌ったんですね。それが炎上したっていう報道がなんか出たんですよね、いくつかのこたつ記事で。なんだけども、じゃあ本当なのと。で、こういうのってね、大体炎上ですと、非実在型炎上って言って、実際には実態がないみたいなことがあったりするんですけど、まあ、彼がツイートを、まあ、クラスター分析して、まあ、やってみましたと。まあ、そうすると、まあ、実は一応ちゃんとクラスターいましたねというのは見えて、まあ、非実在ではなかった。だけど、まあ、ごく少数であって、それを批判をことさら取り上げてアクセスを稼ぐメディアってどうなのっていう、まあ、問題提起でもありましたよね。で、ここからスポーツです。スポーツ紙が珍しくこう調査報道とかってやってるので、しかも日刊スポーツがですね、もうデカデカと調査報道とかで何やってんだろうと思って、見てみたらですね、まあ、非常にシンプルです。単純にこれですね、毎年の本塁打と試合の数と投手の防御率を並べただけなんですけど、でも並べてみるとやっぱり見えてくるのが、今、投高打低って言われてるんですけどね、
で、要するに急に防御率が高くなったり低くなったり、本塁打が上がったり下がったりするっていうのはどうしてなんだろうっていうのを並べてみると、やっぱりね、試合数の増減とか使ってる球の影響っていうのはもう一目瞭然で分かってくるみたいなね、いうことですね。まあまあ、これであれプチ発見みたいなところもありますけど、あとスポーツ報知、これ有名な田中記者がやったやつですよね。大谷翔平が見逃したストライクって言われた球のうち、実際には 16% はね、確実にボールじゃねえか、こんなもんと。なんか、田中さんの怒りが伝わってくるような感じですけど、MLB の公式データサイトからデータ算出して、グラフで可視化して、実際には 16%、16% は確かに大谷が見逃した通り、ボールだったっていう分析やってね。で、この記事、田中さんがね、R を使った分析方法も下の方で詳述してるんで、ちょっと面白いんで、ぜひ見てもらったらと思います。で、検証で言うとね、一番難しいのってね、やっぱりお金のデータの検証って難しいですよね。で、オープンデータ で、行政事業レビューシートってのがあるんですよ。これ、国の予算とか事業が一発で見えるんですけれども、これをもとにして、コロナ予算がどう使われたかとか、何が問題かっていうのを可視化しようっていうのを、これ、NHK スペシャルと、それの特設サイトで NHK がやったんですね。これ、野津原デスクの仕事です。なんで、こういうのってね、なかなかね、実はね、我が事化しにくいんですよね。そうすると、やったはいいけど、実はですね、今ご紹介した、記事も、本当にじゃあそれが読まれてるのかとか、コンバージョン、ちゃんとお金が課金できるとか読めるのか、例えば、スクローリーデリングって本当にかっこいいんでみんな見るんだけど、じゃあ、あれってどこでコンバージョンするのっていうと、実は難しいんですよね。で、そういうことで我が事化するのが大事だって言われてて、これもおそらくそれで挑戦したんでしょうが、なかなか難しいかなと。で、簡単なんでちょっとやってみると、例えばこれをね、あなたにコロナ予算いくら使われたのかって、はいで答えてって、GoTo イート行きましたが僕行ってません。モニュメントをつけて街の観光を盛り上げてほしい、無駄です。GoTo トラベル旅行行きましたが行ってません。コロナ禍で会社が休業状態になりましたがなってません。国配布の脱げますか、これは受け取りました。僕にあれこの分で言うと185円ですね。これ、設問が毎回違うんで、なんかちょっと、あんまこれ意味あるのかなとね。設問違う、この5問違う設問で言うんですよ。でね、あとはですね、まあこんな、ちょっと若干スクローリテリングっぽく、復興予算との比較とかですね。あと、こんな感じで、こんな風に使われてきた時系ですね、みたいとか、やるんですけど、これがですね、でここでね、省庁や政策ごとに見るとかあるんですけど、例えば省庁や政策ごとに見ると、こんな風に各省庁ごとになるんですよ。で、この青いのを、例えば国交省のこれをクリックすると、この青っていうのは国土強靭化した。なんでコロナで国土強靭化だよって言われてたあれなんですけど、がこれぐらい各省庁でこんな風に使ってるって。まあ、ある意味視覚的には見えるんですけど、これをね、グラフを動かしてみるとか、自分であなたの視点をシェアするとかね、これ一人でもやった人いたのかっていう、なかなかちょっとね、ハードル高いかなって感じはして、ごめんなさい、後輩の皆さん。頑張ったし、いい仕事だと思うんですけど、なかなかハードルは高いよねと思ったのと、もう一つ若干心配しているのは、これ、1、2、3、4、5、ですね、こう、5番まであるんですけど、1、2やってから3番以降、ずっと公開予定のまま、ずっと1年経ってるんで、これ、大丈夫かなと実は思ってます。はい、以上です。はい、文句言いません。はい。で、でね、これに使われたのはこれジャジットっていうサイトです。これ実はこのイベント主催している矢崎さんが自身が開発に関わったやつで、ここにキーワードを入れるだけでね、いろんなことが本当に分かるんで、これ時間あったら実は実演するつもりだったんですけど、ちょっと押し気味なので、時間あったら後でやりますが、例えばこれ探査ってね、これ矢崎さんと一緒にこのジャジットやったところ、報道 NPO なんですけれども、そこがこの間こんな記事出しました。復興予算をね、防衛費に利用するなんて許さんって議論出てましたけど、実はもうとっくに1270億円すでに防衛費に投入されてますよと、しないんですかみたいな話を、これ、ジャジット使って行政シートでやったりとかしてますね。さあ次、記録のビジュアルです。ビジュアルは記録にも非常に、記録的な報道にも、いや、もう、まあ、報道って一つの役割として、何かを、歴史的な何かを残すっていうのもあるので、そういうことにも使われると。で、デジタルなかなか及び腰だった読売が今年こんなのをやったので、すごく話題、業界では話題になったのがこちらです。ウクライナの被害を 3D のデジタル地図で可視化した。まあ見てみましょう。こんな感じです。特設サイトね。例えば、ロシア軍を食い止めるために破壊されたキーウ近郊の橋。っていうと、こんな風に出てきて、
まあ、実際の写真とそれを、地図でこの辺で時間かかるな、この辺でこうですよと。で、グイングイングイーンといって、まあ、3D モデルですね。さっき天群データの話はね、出てましたけども、そんな感じで、よいしょ。こうやってですね、現場がこう見えてきます。で、これね、ここを使うとこうグリグリ動かすこともできますよ、みたいなね、みたいな感じなんですけど、で、現場には、橋の中にね、命を落とした人たちの名前がね、記録されているみたいな、いうのも、こう読めるみたいなね、実際に現場に行って読むことなんかできないんだけど、この表現を使えば読めて、くらいの人たちがどういう思いをしているかっていうのが見て取れるというサイトになっております。はい。で、実はこれやったのはですね、東大の渡辺先生というのが一緒になってやったんですけど、渡辺先生と一緒にジオイントの活動をやってる青山学院大学の古橋先生ですね。古橋先生、GitHub でジオイントに使えるデータをね、公開してます。これ非常にありがたい、ジオイントアーカイブとかつってあるので、ぜひ使いたい人は利用されてはいかがでしょうか。で、同じような感じでね、日経が戦果を、これちょっと見たかったんですけど、ちょっと時間が押してきたんで、これ飛ばしますね。マリウポリね、非常に激戦地だったところですね。あそこでどんな風な激戦だったのかっていうのをスクローリーテリングで見えるようになってます。で、同じようにミャンマーのクーデター、日経頑張りますよね。ミャンマーのクーデター1年のタイミングで、武装紛争発生地事件データプロジェクトのデータ使って、これ実際にこう紛争とか衝突が起きたところをマッピングした上で、でそこを過去の衛星過去の、Google の画像と衛星画像を比べると、もう村ごと消失しちゃってる、消えちゃってるみたいな、すごいことになってるっていうのが見て取れるというのをやった報道ですね。で、これも日経です。3D で描く新時代というのをちょっと見てみましょうか。これはちょっと見てみましょうね。地球を覆う小型衛星3万機。まあ、要するに小型衛星、最近は流行りですけど、さっきからその使われているように、これがどんなに、すごいことになっているかという記事ですね。ロケットのサイズもこんなに小さくなったし、で、エンジンの能力もすごく良くなって、こんな小さな、仕組みでクレジットカード代のものでなんか映されたりとかしちゃいますよと。で、その上で、これ1965年から、だんだん衛星がこう増えてきて、今や、ね、軌道上に、よーんと、9060機も飛んでますと。スペースデブリ将来大変ですね、みたいな、感じになっていると。まあ、いうような、ことでやってる報道でしたね。で、ちょっと、面白いのが、この朝日のアーバンベア、動くクママップです。これは単純にね、熊の出没場所を、年代ごとに、こう見えるようにしてて、これね、仙台の近くですけれども、まあ、だんだんで、黄色がね、人工メッシュで、で、熊の、この色が熊なんですけど、凶暴な熊なはずなんですけど、なんとなく可愛く見えちゃうビジュアルなんですが、こういうもんですよね。これも我が町どうなってるかということなんでしょうかね。まあ、検証というよりだから、これも記録というかね、なんか、これすぐこれが役に立つわけじゃないだろうけどという感じもしますが、非常に面白い表現でした。これ、あとね、面白かったのはこれですね。話題になったのは、これ NHK に吉田和孝君っていう、ヘビメタ好きのアナウンサーがいるんですよ。彼が、このノートにですね、ヘビメタルの歴史、いかに自分が、メタルが好きか、っていう話を書いてるんですけど、このヘビーメタルの歴史を超概略で可視化したと。これ昨日皆川先生がケットーズの釣りの話してましたけども、あれのなんかおしゃれ版なのかなとか、これファンに結構刺さってバズりましたね。ブラックメタルってこういう流れできてるのかとかつって笑いました。分類と系統の話は時間があったらね、ものすごい実はあれをちゃんとやると大スクープにつながるって話をしたいんですが、時間ないかな。で、これもう一個。鈴木智彦さん、今やね、ヤクザ取材、ヤクザに食い込んだ取材では、もう東大医師って言われてるヤクザライターです。彼がね、沖縄のヤクザの、構想と組織の歴史みたいなのをですね、
これツイッター上のためだけに3時間もかけて手書きで書いたって、俺は一体何をやってるのかって自分自身で書いてるような、表現ですけど、非常に面白くて、私も実はですね、この辺1990年代のこの脱会場を突きつけみたいな頃に沖縄にいて、この暴力団構想を取材してたので、いかにこれが素晴らしいあのビジュアルなのかしか実際よくわかるんですけど、まあ、こんなようなのもありました。で、これもこんな、あの統一教会話題になった時、こんなものがあって非常に笑いましたね。まあ、これ冗談を言って。はい、次は災害のビジュアルの素晴らしいものがありました。これね、いろんなね、発見も検証も混じってるんですが、特別に分けました。日系のね、酒井さん、若いエンジニアですけど、彼の、これは、都市と気候危機っていうシリーズは非常に、見た目もかっこいいですし、分かりやすいし、面白かったですね。これ、風水害でどんなふうになってたか、いかに、爆弾低気圧が影響を与えてるかっていうのをね、スクローリーテリング&、マッピング&こういうね、メッシュでこんな風に被害をこう 3D で可視化していくと、非常に、面白いことをやってますね。はい、はい、でこれがですね、もう一丁よかったの、東京圏でですね、海面がね、温暖化で海面が上がるとどうなっちゃうか、これも非常にいい表現でしたね。そうですね、ちょっと重いですね。これはね、別に重くないんですけど、今ちょっとこれネットでやってるから、あれなんでしょうね。これを、こんな感じですね。これ、縦は人口の多さですね。で、そこで、1メートルだとこんだけ影響を受ける。で、3メートルだとこんだけ影響。7メートルだとこんだけ影響。感じで、こう見せていくと。で、江東区なんてね、こんなひどいことになっちゃうよ、みたいなね。こととかですね。あと、これ世界の核として水面が上昇すると、どれぐらい影響で出る人が出てくるか。7メートルだとこのまま。非常にね。これね、非常にいいですよね。これドイツのね、ベルゲンモリゲンポストよりも、こっちからの方がかっこいいかなって実は思っちゃったりとかしてするんですけど、そんなものでありました。で、もう一個。これ NHK ですね。急増津波浸水域の高齢者水。これ、まあ、国土交通数値情報の津波浸水想定と、高齢者住宅なんかの、とか福祉施設のデータベースを重ね合わせて、こうやって、実際に危ない。これもだからあれですよね。うちのばあちゃんいるところ大丈夫かとか言ってね、我がことができるし、そういう意味では非常に、役に立つ情報でしたね。それから、まあ、先駆けの斉藤君もね、これもやってるんですよ。やっぱり過去の、気象データ検索でね、秋田ではどうなのかっていうことをね、観測し分析したりとか。で、地方でね、そのさっき QGIS の話ちょっと出てましたけど、QGIS を普通の記者が普段使いできるという動きがだんだん広まってきてます。これまさに鹿児島の使ったこともなかった若い記者がやってみて、鹿児島でも、60は最大規模の雨踏むと、避難所やばいよっていう話を報道したりとか、まあ、こういう動きが非常に今いいですよね。で、画期的な報道が1個ありました。これ災害時にやっぱりマッピングすごく大事なんですね。これ実際に私がデスクやってた時なんですけど、これ西日本豪雨です。その時に降り始めた時に、広島って土砂、旭田区の土砂災害がちょっと前にあったんで、みんなこの北の方に注目しちゃったんですね。ところが救助要請がある場所をマッピングしていくと、全然違う場所、南側のこれ呉市に近いようなあたりの方が実はやばいっていうのがあってて、見えてきて、実際にそこの方がやばかった、死者がいっぱい出たっていうので、で実際ね、災害被災地って始まった時にね、地震も大雨も分かんないんですよ。でこれってすごくデータマッピングとかっていうのは大事なんだけど、行政もそのためにデータを十分には提供できてないのが実態です。でそんな中、 NHK がつい最近こんな報道やりました。今大雪で最近大変なことになってますでしょ。これヤフーとちょっとからデータいただいて、ヤフーが個人識別できない形で集計した、その携帯の位置情報のビッグデータを元に機械学習して、平常時の人の流れ、人で、要するに、普段はここは何人ぐらいし、ここ、平日の何時は何人ぐらいしかいないところだみたいな、と比べて、異常値になってるってところを検出するんですよ。そうすると、ここが危ない場所だとか、渋滞が起きてるとか、
そういうことが分かってくるってことなんですよね。で、あとはその検索された、その周辺で検索されたワードを見ると何が起きてるかっていうのが見えてきますってことですよね。通行止めになってるとかっていうワードが出てきたり、これ重ねると要するにすごいこと、災害報道が変わると。で、実際ね、避難所ってこれね中越地震の時なんですけど使えなくなっちゃうんですよ、こうやってね。で、計画外避難所っていうんですけど、これ新潟なんで、みんなどうしたかっていうと、ビニールハウスを自分たちで勝手に避難所にしちゃったんですよね。で、これ計画外避難所って言われるんですけど、これこそ取材すべきポイントなんですよ。で、これ熊本地震の時ですよね。で、ヤフー研究所に坪内浩太さんって方がいて、その人の研究で、実際にその熊本の時に全く計画外避難所だったグランメッセ熊本に人々が集まってるっていうのを、検出できるっていうことが分かって、これですごく面白いと思ってアプローチして実はやり始めた話なんですけど、これは本当に避難所取材とか災害被災地 の解明にもつながるので、今後ちょっと期待されるものだというふうに思います。で、最後に近くなってきましたけど、もう時間ねえな。サービスジャーナリズムも大事ですし、あとデータベースっていうのは今年報道にも使えるデータベースがいろいろ生まれたので、それをもうざーっと紹介していきます。まず一つ NHK、全国ハザードマップ出しました。国交省の重ねマップはあんま使えないので、号に合わせてついに作ってしまいました。はい。で、秋田先駆けの斉藤君はまたしてもやりました。自分と秋田の災害リスクマップやりました。で、同心の川崎さんも、津波危険度マップを、でね、これど、川崎さんとかもね、休日使ったことなかったりとかしたんですけど、マップボックスでこれ作ってね、やってました。で、さっき紹介あったのかな、これ、スマートニュースメディア研究所、が国会議案データベース、国会にどういう議案が提案されて、誰がどう、賛成してるか、反対してるかみたいなのも全部わかります。GitHub でデータも出ています。探査、みんなで調べよう、交付金の使い道。内閣府のポータルサイトからね、地方創生の交付金がどこにどう出てるかっていうのを調べられるデータベース作ってる。雇用経済、主要商品の価格推移。今ね、物の値上げがね、いろいろ言われてるのが、ビジュアル化して全部入手できるようにしてくれた。国会図書館、NDNN グランビュアー、これ面白いですね。国会図書館の28万点の書店、これ今全部電子化してるんで、どんどん電子化してるんで、キーワード検出でですね、何年頃から、例えばモダンガールって言葉は何年頃から本に出始めたのかっていうのをね、分析できる。非常に面白いツールですね。九州大学の 3D デジタル生物標本、これ本当にもう本物と見守られるすごい生物標本1400点、これ誰でも使えるって、これもう本当に素晴らしい鋭意です。あとこれ日本動画協会アニメ大全、日本の全アニメの情報を網羅したデータベース、これ結構な偉業です。はい。で、あと面白かったのは喋る選挙ポスターですね。これ NHK の足立さんがね、アイデアマンですけどやったんですよ。選挙ポスターにスマホかざすと実際のその候補の動画が見れたりとか、詳しい情報が出てくるとか、素晴らしいアイデアですね。ということで、ちょっと1個またなんか文句言いますけども、正直ワードクラウドそろそろ飽きました。これね、どこのメディアも、いや必ず党首演説のね、どういう頻度で言葉が出たってやりますけど、だからどうなのよという、ちゃんとした分析につながってるのかといって、結局福島ってその時言ったけど、この人原発再稼働させちゃさしに舵切ったじゃんみたいなね、逆に今こそこのワードフクラウドを使うべきなんじゃないのと僕なんか思ったりとかしますけど、はい。最後に、課題は持続可能性ということです。オープンガバメントパートナーシップ、世界が共通フォーマットでオープンデータ化しようって話をオバマさんが2011年から始まったのに、日本は未だに不参加です。で、データ GoJP、各省庁が横断するデータカタログサイト、これ作って成り物で作ったんですけど、機能果たしてません。で、ついに今年に、デジタル庁に移管されました。担当者に話聞いたら、今度こそ使えるようにするって言ったんで期待しましょう。で、オープンデータはモルハの刃です。例えば破産者マップ、これ破産者のデータってオープンデータなんですよね。これ非常に問題になりました。で、官報から取れるんですけれども、でもこれで、ね、ジャーナリストにとっては重要で、例 の安倍首相狙撃事件の時のお母さんが本当に破産したからも、これで検証できました。黒塗りは僕がこれ潰したやつです。これお母さんの名前が出てます。で、フライトトレーダー、さっきね、船と同様に飛行機の情報も取れます。取れるんですが、そのせいでイーロン・マスクが、著名記者のツイッターアカウント凍結したのは、次回ジェットの一億放送、あれも引き金になりましたよね。こういう要するに、民主的な社会のためのオープンデータっていうのは、個人や組織との利害と衝突してくるっていう局面が必ず生まれます。これをどうするかって課題は、ね、大事です。あと持続可能性、メディア今なかなか大変です。で、ベリングキャットにそのヒントがあって、対象としているソースをどんどん広げているっていうことです。これ詳しい記事書いてあるんで、また別途読んでください。で、もう一個は、手法がこれまでと違う。それからこれ大事です。調査に携わる人間が、要するにジャーナリストだけじゃなくて、本当に一般の人とか外部の専門家ともつながってやっています。
これこそが持続可能性を広めていきますよね。あとテクニック使えるように、いろんな人の育成やコラボもやっている。これ毎日や NHK にも弟子がどんどんできました。というような感じです。ただ壁になっているのは、秋田先駆けの斉藤くんが一面で書いたみたいに、使えない形式とか年度ごとに変わる書式とかね、大きな障害です。みんなで声を上げましょう。で、データ取る、オープンデータ収集のテクニック、私、12月25日に発売したこの本にまとめております。関心のある人はどうぞ。ただ、アマゾンでは今売り切れになってます。で、こういう情報を私、来年からスローニュースのニュースデータで無料配信しますので、興味ある人は見てください。ご清聴ありがとうございました。失礼します。はい。はい、どうもありがとうございました。すいません、なんかちょっと。いえいえ、とどまらず盛りだくさんなご発表なので、それでちょっとご相談なんですけど、この後の RJ さんのって録画したものなんですよね。なので、この後発表しなきゃって言って待ってる人って今一人もいないので、少し時間伸びても全然 OK なんですよね。はい、はい。なので、もし可能でしたら、昨日の美中先生のお話とつなげて、はいはい。分類と系統のっていうところが、はい、ぜひ聞きたいなっていうふうに思ってるんですけども、じゃあ、はい、続けてやらせていただきますね。実はこの続きにおまけを、はい、あ、ちょっと待って、なるほど、共有しないとダメだ、共有しますね。画面を共有します。実はですね、よっこらしょと今もう共有されてます。あ、共有されてます。はい、実はこの続きに私おまけをつけていました。で、何かっていうとね、昨日の美中先生のね、この分類思考と系統樹思考の相互関係っていう話に痛く感銘を受けました。あ、これそうだよねって実は思って、実は実際にこれをやったことで大スクープにつながった話があったので、ちょっと紹介させてください。これ僕災害報道のね、講座やるときに使う例なんですけど、大川小学校皆さんご存知ですよね。東日本大震災最大の悲劇の一つって言われているものですけど、74人もの子どもたちが津波の犠牲になっちゃったと。で、なんでそんなことになっちゃったんだって話ですよね。これ実は校庭にみんないて、なかなかこう逃げることができなくて、逃げるための行動に移せなかったってことなんですけど、その時に各社一面で報道したのは、大川小学校のやっぱり避難マニュアルって一応あるわけですよ、学校の作った。で、その時に避難マニュアルを見ると、避難場所として、近隣の空き地公園って書いてあるんですよ。ところが、近隣の空き地公園ってね、に値するようなものって、大川小学校の周囲に実はないんですね。ないんですよ。で、これどういうことだろう。だから逃げようがなかったんじゃないか。ここまでは各社報じたんですね。各社報じました。ところが、いや、これってでも、なんでこうなってたかまで追求しないと、本当の原因分かんないんじゃないかっていう、これ、茅原君って記者がいるんですけど、彼が、僕、その時仙台のデスクだったんで、彼とやってたんですけど、なぜ作られたのかって言って、彼は何をやったかっていうと、石巻市中の、まあ、最終的には宮城県中のやつを集めるんですけど、学校の、石巻市中の学校の避難マニュアルを全部集めるんですよ。全部集めて、何をやったかというと読み込むわけですね。そうすると津波でね、17校も被災してたんですよ。別に大川小学校だけが被災したわけじゃないんです。で、実はね、たまたま要するに、その話は後で、17校でそのうち8校はですね、津波のね想定をそもそもしてないんですよ。これ大川小のさっきのね、あれに戻ると見てください。これね、上見るとね、地震発生ってなってるんじゃないですか。これ地震じゃないんですよね。で、地震のことは想定してるけど、津波被害を想定してない海側なのに、あの地震圏なのに、過去に三陸津波あったのに、というね、不思議なマニュアルが存在してたんですね。で、そうするとですね、彼は学校のマニュアルを全部分析すると、なぜかね、内容がそっくりなものがあって、分類をしてみると、大まかに4種類に分類できることが判明したんですよ。この4種類の分類に分類して、したことで、じゃあさてどうするかというと、なぜこの4種類になったのかっていうのを、今度は系統だって調べていくんですよ。で、そうすると、そもそもね、小学校って防災に詳しい先生なんてめったにいないじゃないですか。だから、比較的防災に詳しいある先生が作ったマニュアルを、隣の学校の先生が、あ、ちょっとそれコピーさせてと。
で、ちょっと自分のところにちょっといじって、それをまた別の学校の先生が、あ、ちょっとコピーさせてっていう系統が4系列あったんですよ。で、その4系列に育っていった避難マニュアルがあって、で、そのせいで、それで系統の大元をたどっていくと浮かび上がったのが、10年前に石巻市が、各があの学校の詳しい先生に配ってた参考資料っていうのがあったんですよ。で、この参考資料っていうのと実際のマニュアルを比べてみると、で、要するにこの学校もそうなんですけども、たまたまね、津波来たんだけど、たまたま教頭の地点で、いや、もっと上行かなきゃいかんのかなっていう感じで、偶然助かった学校が結構あったんですよ。で、大川小学校だけが逆に偶然助からなかったっていう世界で、で、で、実はこの参考資料を作った先生が、残念なことに内陸先生だったんで、津波のこと想定しなかったんですね。想定しないこのいびつなマニュアルが、なんかこう、4種類に発展してっちゃって、途中には津波に行って危ないんじゃないのって思ってた先生がいて、途中で変えたマニュアルには、津波のことが最後まで到達してたマニュアルも確かにあったんですよ。4種類の、4系統のうちの2系統に。で、もう中にひどいのは、この例なんて、もちろんそのままコピーして残ったものもあったりとかして、で、やっぱり大川市長の悲劇っていうのは、あれはもう人災だったんだというふうに僕ら結論付けて報道しました。裁判の判決出る前でしたけどね。まあ、実際に裁判であれは人災だって認められたんで、まあそういう話になったという、お話で、やっぱ分類と系統っていうのは大事だなという話でした。ビジュアライズはあんまりうまくできてませんけど、今のやつは。はい、そんな話でした。ありがとうございます。すいません、美中です。どうも。大変面白い話、ありがとうございます。今、一番最後におっしゃった、マニュアルの系図っていうのは、はい、あれはもうかなり確実ですね。要するに、祖先マニュアルがあって、はい、それをその学校ごとにこうコピーして、で、多少こう変更を加えながら入れていたと。で、要するにその一番最初 の, マニュアル、祖先マニュアルには、津波に関して一切、はい、法則がなかったと。そうなんです。で、それをひょっとしてそのどこか の, 子孫マニュアルで、あ、津波やっぱり必要だよねというふうな、そういうふうなことで系統も生まれたんですけど、大川小系統とかそっちの系統は生まれ、ないまま。なるほど、なるほど。非常に面白い話です。ありがとうございました。